これからアメリカ万作についてお話しします。まずこのアメリカ万作の花ですが、2月か3月頃にかけて、黄色い花を咲かせます。次に大きさですが、通常は5メートルぐらいのものが多いんですが、中には、10メートル以上に成長する木もあります。次に特徴はですね、日本の、万作に似て、やはりあの黄色い花を同じ2月か3月ぐらいに、花を咲かせます。そういった特徴があります。次に常緑樹と落葉樹に分けますと、落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと、早い仲間になります。次に剪定の強さですが、通常、年に1回程度剪定をするんですが、その剪定に対応する強さを持っています。それを踏まえまして剪定のポイントですが、1年で40センチから50センチ程度枝を伸ばしますので、その伸びた部分の枝を切り詰めて形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円かとなります。